エルデン、エルデン、うん、動画を使って使っていいですか？電波を利用してみたいな、電波を利用してみたいな、そんな感じでもいいですか？そんなことあるんですね、はい、いやちょっと実はですね、はい、ちょっと初めてお伝えするんですけど、はいはいはい、ぜひね、はい、ぜひとも、うだちさんとね、はい、どこかちょっと遊びに行きたいなって思っていて、そうなんですね、はい、本当なんですかそれ、ディズニーとかどうですか？ディズニーいいですけどね。催眠術カフェチャンネルに撮影会モデルのあこさんに来てもらいました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ちょっとこっち自己紹介をします。はい、二度目ましてということで、あこと申します。普段は撮影会モデルを、マシュマロ撮影会さんというところを主に、活動しております。ちょっと今回2回目の、出演ということで、今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。つながってほしい SNS。 あ、そうですね、なんかリンク、リンク貼っときますんで、何、はい、そうです、X と Instagram をやっておりますが、はい、主に X で撮影会情報などは随時更新しておりますので、ぜひチェックしてみてください。はい、お願いします。お願いします。リンクね貼っておきますんでね、はい、お願いします。どうですか、なんか1回目出てこう、うんうんうん、反響というか評判とか。そうですね、なんか結構私もたまにチェックさせていただいてて、うん、もちろんチャンネル登録もさせていただいて、はい、たまにチェックしていただいしてたんですけども、結構よく撮ってくれているカメラマンさんから直接ね、見たよと、面白かったよ、なんかあこちゃんらしかったよとか言ってコメントを直接いただいたりとか、もちろんコメントでいただいたりとか、結構みんな意外と見てくれたんだなっていうので、とても嬉しかったです。どんどんコメントお願いします。普段見れないようなね、一面がこう見れて、うんうんうん、やっぱり芝居とかそういうのとも違うし、うんうん、なんか独特の世界観なん で、 そうです、ね、ファンの人にとってはちょっと面白い。そうですね、多分撮影では撮影会では見れない一面だったと思いますので、うん、今回もねそんな一面がもしかしたら見れるかもということで、結構いろいろやっちゃいましたけどね。なんかでもちょっとやってんじゃないとか本当なのとか言われそういうのはなかったですか？なんもないですね。ないですか？まあ一番印象的だったコメントが、あこちゃんらしかったよってどこがなんだろうっては思ったんですけど、まあ一応らしさは出てたみたいなのでね、なんかその個性的な感じでいけたのかなっていう、ね、なんかそういう
なんか性格とかもしかしたら出てたのかなっていう感じは、ね、はい、はい、もう今日もちょっとバンされそうな素敵な衣装ちょっとあのハロウィンを意識してハロウィン意識なんです、デビルなんですけど、ちょっとねあの頭につけるのとかは途中外れちゃうかもしれないので、ちょっと今回は、あ、そうですね、あんまり余計なのはね、余計なのはつけなかったんですけど、一応デビルです、うん、何もつけないのが一番いい、はい、はい、はい、ちょっとハロウィンバージョンということで結構ね素敵な感じですよね、はい、そんな感じで、はい、普段こんな撮影会ではこんなスタイルもあるんですか？そうですね、まあ、あの直近ですとまたハロウィンが近いですので、うん、ハロウィンの撮影会が、まあ、マシュマロ撮影会さんで何個か、ありました。私もどこかで出演はしようかなっていうふうに考えてますので、まあ、もちろんこちらの衣装も着用可能ですし、あの他の衣装もいろいろね、ハロウィンのコスプレチックな感じで、はい、ちょっと揃えておりますので。カメラマンさんがリクエストもできる感じなんですか？はい、私はあの、まあ、モデルさんによって様々だと思うんですけど、私は基本的に持ってる衣装だと、もう全然言っていただければあの合わせますので、うん、臨機応変で動いております、はい、はい、もちろんライブもね10月3日にね、そうですね、はい、ありますんでね、そこも一応ハロウィン企画なんでね、うんうん、またこの衣装とは違ったあのハロウィンっぽいちょっと感じで出演しようかなと、はい、ワンされない程度でよろしくお願いします、ね、はい、まあ、さっきなんか楽屋でノートになんかちょっと書いてもらったのあるじゃないですか、はいはい、それを、うん、また当てて当たったら、うん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 、催眠がこうどんどん今日もかかるかかりやすくなるんですかね、なりますよね、はい、はい、ちょっとじゃあ当ててみましょうか、ね、もう全然 SNS とかにも出してない情報ですね、あ、全然だ、あの全くあのつぶやきもしてないことで、ね、はい、はい、多分知ってる人は家族ぐらいしかいない、家族しか知らない、家族情報だっていうヒントとね、はい、ヒントはヒントがヒント与えてしまいましたけど、じゃあ手相見せてもらって、はい、あ、見えてきました、何も書いてないんですけどね、こちらの手で書いたんですよね、こちら手で書く、うんうん、右利きです、難しいよ。これ、なんか家族の年齢ですね、これね。ほう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 、うん、おおお。当てちゃっていいですか？え？当たるかな？はい、どうぞ。見えましたか？見えます、見えます。家族同然のみたいな感じですかね、うんうんうん、怖いね、本当に何も書いてないんで、はい、手に実家の、はい、実家で飼ってる、うんうんうん、ワンちゃんの年齢ですね、これそう、公開してないのでね、ワンちゃんの年齢はどこにも公開してません、公開してないですね、これ当てたらね、はい、はい、まあ、私もちょっと動物の年齢が何歳が年寄りなのかとかちょっと分かんないけど、うん、まあ、人間とはちょっと違うとか言われてるのはありますけど、うん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 、まあ、ワンちゃんの年齢が14歳です、正解です、あのちゃんと証拠として何も書かれてないよっていう、うん、はい、そうなんです、なんで分かったんですか、どこ見たの、手相でね、手相で分かるらしいです、当てられちゃいました、素晴らしい、ちょっと早速当てられてしまいましたが始まりましたね、連発していきましょうか、はい、はい、お願いします、はい、でちょっとだけ浅く座ってもらって、はい、はい、はい、でこれ見て、持ってきます。大丈夫かな、肩とか潰れて大丈夫。大丈夫です。大丈夫です。いや、気持ちいいでしょ。気持ちいいですね。我慢してください。
数えてもらってくると手が肉球かなこれ。肉球。あ、手ですね。ちょっと痩せてきちゃった。手が気持ちいいですね。気持ちいいです。うん。あ、抱っこしてあげてください。あ、でもね、動かないですね。あ、動いた。動いてます。あ、動きますね。なんか寝てんのかなって思ったら。うん。起きてます。可愛いね。爪がちょっと伸びてる。なんかエピソードないんですか。かわいい親バカエピソード。親バカエピソード常にかわいいんですけどね。ほらあんまり泣かないんですね。あの泣かないですね。おとなしいんですね。そうですね。もうなんかそんな元気ないのかもしれない、ね、親バカエピソードでもすごいお利口さんなので何ですか。それは木です。木ですね。木の人形です。木の人形したこれ私は。これは木のただの木の人形です。でも動いてましたね。じゃあ、はい、私向こう見てるんで、うん、その間にこれどっか好きなとこ置いて、うんうんうん、蓋をしてくださ、ね、はい。開けずに私当てます。あ、わかりました。はい、こっちが見てるね。はい、いいですか、はい、動かして、はい、どうしようかな。できました。オッケー。はい。どこに入れたか当てますね。はい。はい。多分ここです。あ、違いました。あれ？あれ？見えないですか？次当てますね。はい。はい。フリーズ。ゴー。てますね。はい。ここですね。ほらね。当たりましたね。だから当たんないとこにお願いします。え？でもここに置きました。そんなことないから。はい。寝ぼけてたのかな。はい、うん、お願いします。ちょっと今日朝早かったから、うん、もしかしたら眠いんですよね。常に。そう浅い道がね。そう、うん、プラス今日早起きしたんでちょっと、うん、早起きいいことです、ね、うん、はい、行けました。 OK ですか。今度こそは、はい、難しい感じですよね。うん、難しいと思います、はい、フリーズ。ゴー。当てますね。はい、多分今当てられて悔しかったんで、うんうん、入れてないんじゃないですかね。今入れましたよ。多分入れてないじゃないですか。あれ、ほら入れてないじゃないですか。あ、こんなとこ置いてるじゃないですか。それで、そんな、それなしですって。だからそんなズルしないです。入れてくださいって。そんなズルはしないです。アコちゃんは。もう一回最後の、アコちゃんはズルしないです。最後のチャンスで。なんでよ、してないよ、ズズルなんて。そんな汚い手を。え、入れないとかありなの。いや、なしだよね。なしだったよ。まあまあ、じゃあありで、ありでもいいです。入れてもいいし、入れなくてもいいです。
でもそう言われるとな、どうしたくなるかっていう、でも人間のこの心理の、裏を書いてくるヨザッチさんなんで、どうしようかな。はい、 OK ですか。はい、じゃあ、難しくしたんですよね。はい、はい、フリーズ。ゴー。当てますね。多分もう、あ、持ってるじゃないですか。持ってるじゃん。なんか、なんかあるなって今思って。持ってないよ、絶対入れたよ。入れてから呼んでくださいって。最後ですよ、これ。ここに入れたはずですよ。そんなわけないよ。2個あるとか。最後まだ結婚してないって言いましたよね。はい、はい、これ結婚相手の職業が分かる、うん、そういうノートだ。マジですか。うん、やったー。一応いろんなね、はい、ノートを信じた方がいいですけど、ね、実際にこれは本当に当たってるんですか。当たってます、当たってます。100%、ほぼ100%。コンコンって叩いて、ノックね、自分の指だけでなんかちょっとここかなと思ったら、そのし、やだやだ、怖い、どうしよう、ホストって出たら。もし自分だけで見て、うん、こっちの画面には見せたくないなってなったら、うん、それはそれでいいです。いや、見せますよ、大丈夫です。自分の中だけでもいいです。え、ノックすればいいです。2回もう叩いて、そうです、はい、こう叩いて。失礼します。はい、いきますね。はい、指の感覚だけでね。指の感覚、見ずに、うん、パッと、うん、いきます。でもこの人ピッて止まるとこがある。あ、止まりました。この人とぜひ幸せになってください。とりあえず私だけ見ます。自分だけで見てね。とりあえず見ます。はい。ぜひその人と幸せになってください。いきます。見せずいいの？とりあえずこれがそんなバカなっていう多分コメント。100%だから気をつけてくださいよ。いきますよ。はい。なんとあこちゃん出たのこちらでした。催眠見えますかね。見えました、催眠術師です。え、うだっちさんのこと。分かんないですけど、そりゃそうだ、私、催眠術師あの、お知り合いなの、うだっちさんしかいないんですけど。あんまり会いたい人とかいないんですよね。芸能人ですか。芸能人で。そうなんですよね。ジャニーズとか好きじゃないの。昔は好きだったんですけど、昔大好き。昔あのキスマイフット2っていうね。難しいですか。本当に結構メジャーだったんだけどな。のライブは毎年行ってました。玉森くんが。玉森くんね、はい、多分知ってる人は多いんじゃないかな。そうなんだ、うん、はい。これできます。三つ風と持ってくると玉森くん来てくれましたよ。池袋なんでね、たまたま通りかかって遊びに来てくれましたよ。いつかずると玉森くん来てます。ガッツミッツ。頼んできます。よいしょ。たまたま通ったら、ちょっと綺麗な人いたんだ。来ました。質問とかある。質問、うん、ゲストですか。聞いてない。ゲストも、ね、いろんなゲスト来ますよ。ずっと顔隠さないで。そうそうそう。いろんなゲスト来ます。いろんなゲスト、うん、来ます。え、ちょっと何言ってんの。え、どういうこと。え、あの、いや、すごいですね。
私のこと知ってみて、私よく知らないんで、あ、ちょっと、そうですね、はい、自己紹介、あとなんでこんな格好してるのか教えてください。YouTube に今出てくれるんですか、一緒に。なんか撮影してるっていう、ちょっとたまたま通ったら、はい、撮ってる、やってるっていうんで、はい、慌てて上がってきた。慌てて上がってきたんですか、うん、いつの間にいた、アコと申します。アコさん、はい、ね、いや、あれ、なんか、あれ、これちょっと携帯、あ、はい、これアコさんですよね。そうです。ちょっとじゃあ写真撮りません？自撮りってことですか？自撮り一緒に2人で、ツーショットで。いいんですか？うん、まあ、でもあんまり載せない方がいいですよね、なんかね。いや、全然構いませんよ。いいの？いいです。即アップしてもらってもいいですよ。いや、ちょっとそれはファンの子たちが怖いんでやめときます。やめときます。じゃあ一緒に撮りましょうか。うん、キスマイのポーズでどんな感じでいいですか？いや、もう全然普通で。普通でいいですか？はい。こんな感じで。かわいい。いきまーす。はい。やばい。これはちょっと地元の友達に送っときます。送ります？はい。やばいですね。うん、たまたま。たまたま通った、ね。うだちさんと知り合い？知り合いですし。それを先にうだちさんも言ってくれればいいのにね。結構顔広いみたいなんだよね。うだちさん？うん。まあでも、ダッチさんと飲みに行かなきゃいけない。そうだ、ありがとうございます。じゃあ3人で行きましょう。行きたいです。ぜひぜひぜひ、うん、はい。実際その数日か、いつか出てもらった時と同じか、タコなってますよ。タコなってます。不思議ですけど、私、背中に触れるとすごく眠くなります。でもそれを我慢しながらちょっとなんか言ってほしいんですけど、そのなんでもいいんだけど、あこさんの名前の由来とかちょっとなんか漢字も難しいじゃないですか。はい。それなんでそういう漢字なのかとか、それをちょっと言ってもらっていいですか。わかりました、はい、頑張ります。眠くなるかもしれないね、はい。アコというのはですね、憧れを呼ぶという、意味を持ちまして、一応ね、芸能活動を、まあ、始めるときに当時お世話になってた代表の方に、決めていただいて、画数とかもね、占い師さんに見てもらってね、アコっていう感じ、憧れる呼ぶのね、画数をね、4、調べてもらって、で、まあ由来というよりかは、まあその響きがちょっと好きで、アコという、まあ、本当にそのまま憧れを呼ぶ存在になってほしいなっていう、意味合いです。三つ数えるって言うと、そのまま寝たまま、寝たまま寝言でビールやってますよ。寝言でビールの寝言言っちゃいますよ。不思議ですけど、必ず疲れてると指鳴らしても起きないです。寝たまま寝言言っちゃいます。1つ3つ
当て出しのことあります？そのなんかさっきみたいな感じで夜食べて、夜食べて、どうしようかな、どうしよう、それでいいですか、当てて、昨日夜食べたもの、でも今覚えてない、昨日何食べたっけと思って、うん、それで、じゃあお願いします、うん、思い出したから、あ、やりたいものと違う、やりつつ、どうぞ、うん、そのまま私と会話することもできますよ。昨日の夜って何食べたんですか？冷やし担々。冷やし担々ですね。数えると今会話したことも答えたことも一切覚えていません。不思議ですけど必ずそうなりますよ。一つ二つ三つ、はい、あ、わかりました。わかりました。うん。いいですか。昨日夜食べたのは難しいですよ。冷やし担々麺です。おお、書いてないですよ。ね、そんなの書くわけないです。大体わかる。大体わかる。季節ものだからです。もしかして辛いの好きだし。冷やし中華かなってちょっと迷ったけど。そう、冷やし中華と迷ったんですよ。他に。当ててほしい。なんか部活やってた部活とか。うん。当てましょう。結構オーソドックスかも。うん。でも全然あんまり書いてないですよね。あ、言ってないです。言ってないですね。うん。じゃあそれ当てますね。はい。はい。一つ三つ、はい、あ、わかりましたよ、出てきました、いいですか、当てて、なんか眠そうですね、楽しく、まあオーソドックスって言ってたから多分これで見るとなんかちょっと、よくある、うん、珍しくはない、ペニスですね、ペニス、それも軟式の方ですね、ですね、ソフトってことですよね、そうそう、うんうんうん、ソフテニでした。すごい、うん、軟式か硬式までわかるんだ。わかります、わかります。最後一番絶対わかんないなんか問題出してください。じゃあ来年やりたいことみたいな感じで、ね、はい。はい、まあ、それ今年になってもいいんですよね。来年じゃなきゃダメ。そう、来年。今年はチャンスを逃してしまった。逃しちゃったね。なんかよくわかんない。ね、はい。じゃあ来年ね、はい、叶えたい夢をね、はい。はい、数えて戻ってくると、なぜか来年叶えたい夢、まあ、今年でも良くなってますし、ダッチと一回デートしたくなってますよ。なぜか口から出てくるのは、ダッチと一回デートしたい、どうしてもデートしたいって言っちゃいます。この暗示のことも一切覚えていませんが、必ずそうなりますよ。見つかると戻ってきます。一つ三つ、はい、持ってきます。わかんないですね。なんかでもすごい好きな人がいるみたいな感じですけど、うん、はっきりはわかんないですね。うん、でも言っちゃっていいのかな。言っちゃってもいいですよ、こんにちは。じゃあちょっとこの動画を、せっかくの機会なんで、うん、この動画を使って使っていいですか？電波を利用してみたいな、電波を利用してみたいな、そんな感じでもいいですか？そんなことあるんですね。はい、いやちょっと実はですね、はい、ちょっと初めて
お伝えするんですけど、はいはいはい、ぜひね、はい、ぜひとも、うだちさんとね、はい、どこかちょっと遊びに行きたいなって思っていて、そうなんですね、はい、本当なんですかそれ。なんかディズニーとかどうですか。ディズニーいいですけどね。はい、なんか動画のために行ってんですか。関係なく撮影に行きましょうか。撮影でもどっちでもしながら、ね、うんうんうん、はい、ぜひディズニーデート、それがさ出てたのか、なんか好きな人とデートしたいみたいなね、うん、あ、出てたんですか。出てました、出てました。じゃあそれ誰かがなんか自分のことだったか分かんなかったんですね。うん、なんか逆に分かんないですね、自分のことが。そうですね、なんか来年って最終言ってたけど、うん、もうなんか今すぐにでもって、なんかそんな感じなんかね、そう、ここ来る前はまあもう今年も終わるし、うん、まあ来年どこかでって思って年明けてと思ってたんですけど、あ、ね、まあちょっとやっぱりね、直接お会いしてやっぱ楽しいので、ね、楽しい、はい、解きたくないけどね、ぜひ行きましょう。ありがとう、はい、さあ見とける。うん、今日の感想をじゃあ、はい、やってどうでした2回目。あ、じゃあちょっと2回目ということで、今日もありがとうございました、見ていただいて、はい、そうですね、やっぱあの味覚のものはかなり私はなんか記憶には残りやすいの、味です、味だからかな、わかんないですけど、なんか他はやっぱり前回同様ホワホワしてる感じ、基本そんな感じで、なんか一番鮮明だったのはやっぱあのお水の味が変わるっていうやつは結構あの感じられたので面白かったなっていう、うんうん、でちゃんと最後はお水だったので、あ、別になんかねこう途中で砂糖入れられたわけじゃないなみたいなのがあの分かったので、あ、すごいなみたいな感じでしたね。あとはもう基本なんか、なんか夢の、前回も言ったかもしれないんですけど、やっぱちょっと夢の中にいる感じ、うん、なんかホワホワしてる感じ、だから今もちょっと寝起きな感じで、まあ、最後ちゃんと解きますんでね、はい、はい、だからなんか私はそういうタイプ、どういうタイプがあるかわかんないんですけど、うん、うん、なんか ふわ、うん、でもうちのチャンネルでもなんかこのボンテージで来たの初めてですかね。ボンテージ催眠術でタイトルするとちょっと